なんてこった。どうしよう。皆さん、お騒がせして申し訳ありません。怪しいものではありません。私の名前は吉田テスタロッサ、科学者です。そう、皆さん、今日私が話したことは内緒でお願いします。内緒でお願いします。出ないと歴史が変わってしまいますからね。いよいよ始まるみたいです。それでは皆さん、長話をお付き合いいただきありがとうございました。皆さんも自分自身の思いを信じて、今日を、そして明日を生きていってください。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。心開くことした。わからぬやつさえ置いていかないぜ。お前のために咲き誇る夜の桜だ。 Oh yeah。 季節は色とりどりに移ろい、恵みの雨浴びてまた花開くか。愛と誰もが思い出せる朝さ、期待を超えるお前に刺さる稲妻だ。共に生きていこうぜ、明日に向かい歩いてこうぜ、散りゆく最後まで手を取り前を向いて、咲いて咲いて共に咲いて、何度でも輝けるはずさ。待って。
ってか。